皆さん、こんにちは。大ヒット育児漫画、毎日母さんの作者で、高須クリニックの高須克也さんのパートナーとしても知られている西原理恵子さん。娘の鴨志田ひよさんが母、西原理恵子さんに対する毒親エピソードをブログでリークして話題となっています。そんな西原理恵子さんの娘、鴨志田ひよさんのブログ内容とはどんなものなのか、自殺未遂の真相やブログでリークされた毒親、不仲エピソードや LINE の内容について詳しく調査しました。西原理恵子さんの娘である鴨志田ひよさんが、2023年8月2日に X にて、アパートから飛び降りをしたと告白して話題となりました。7月29日にアパートから飛び降りして骨盤を折りました。もうすでに入院生活苦しいですが、歩けるようになるまで頑張ります。7月29日の心情は過去一番辛かったです。さらに体が回復したら精神病院への入院も決まっているとのこと。意外にも携帯触れて、おもころチャンネルずっと見てます。もう少し骨が安定したら、精神科に転院することが決まってます。鴨志田ひよさんに一体何があったのでしょうか。西原理恵子さんはカメラマンの鴨志田嬢さんと結婚し、一男一女を設けています。しかし鴨志田嬢さんがアルコール依存症による激しい DV を繰り返したことで2003年に離婚。胃がんを患った鴨志田嬢さんの復縁要請により、2006年8月から2007年3月20日に亡くなるまで事実婚の形で復縁、同居していました。そのあたりのことは漫画「毎日母さん」だけでなく映画「毎日母さん」でも描かれています。漫画「毎日母さん」の中で娘さんについては「ひよみ」とニックネームで表現されていましたが、2017年に発行されベストセラーとなった「女の子が生きていく時に覚えていてほしいこと」の中で本名がひよであることを明かしていたのです。この件について西原理恵子さんの娘のひよさんはブログで、家庭の方ではハロスクールの時に無断で私の本名、仕事歴、外見、精神病をコンテンツとして扱い、親が大儲けしていた。リストカットのことは書かれていなかった。この頃初めて精神科に行った。家庭環境を聞かれるとすぐに児童相談所に連絡しますと言われた。私はそんなことされたら殺されると思い、泣きながらやめてくれと懇願し、サインバルタをもらって帰った、と綴っていました。西原理恵子さんがベストセラー本で、娘のひよさんの本名を公開したことで、バイト先に変なおじさんが来たり、学校でからかわれたりして、リストカットを繰り返していたようです。さらに、精神病院では、児童相談所に連絡する案件だと言われたということで、大変な家庭環境だったことがうかがえます。ひよさんはブログの中で、親戚のおじさんが来た時に母、西原理恵子さんに投げつけられた暴言についても語っていました。おじさんは、なんでおいちやんがここに来ちゅうか、わかっちょると思うけど、お母さんの考えでひよは、これから一人暮らしすることになったら、家族のありがたみがわかるはずや、とひよさんに伝えます。ひよさんは、私にあばずれ、クソ女、やりまん、ゴミ、そんな風に言ってたお母さんは、私の個人情報をばらした上に、私のメンタルを壊して、その、個人情報のせいで、バイト先に変なおじさんが来たり、学校でからかわれたりしたことは、なかったことってことでいいんですか?と返答。おじさんの隣に座るおばさんは、ずっと苦しそうな顔をしていたそうです。自分と同じような言葉をかけられていたからだろうと、その時ひよさんは察したと言います。反発する自分と、反発せずおじさんの横に座ることを決めた人生のおばさんを比べたそうです。おじさんは最後に、そういう言葉はコミュニケーション焼き。まあ、ね、そういうこともあったのも知らんかったが、やけどまあこの家に生まれたからにゃ、しょうがないことや、と告げ、家を去っていったそうです。夫からの DV 被害を受けていた西原理恵子さんが、ご自身の子供に対して、言葉の暴力を振るっていたということが驚きです。西原理恵子さんは様々な著書の中で、長男であるひよさんの兄、がんじさんに対しては、16歳の時に海外大学へ留学させるなど、資金的援助をしていることを綴っていました。し
しかし娘のひよさんに対しては高校卒業後の資金援助をやめることを宣言したとして LINE のやり取りも流出していました。西原理恵子、そしてこの間の話し合いですが、率直に言います、あなたへの18歳からの資金援助をやめます。もうすぐ18歳ですから、このまま家を出てもいいです。高校卒業まで家にいてもいいですが、そこからは出しません。自分で働いてあなたの言うシェアハウスに住んでください。あの女の子の本はこれから世に出る女の子に、そしてあなたに向けて働くことの大切さを書きました。ライターの滝さんと編集さんと私で1年半かけて作りました。全160ページの中に気質の事実であるあなたのことが数ページ、そのページが大学進学と仕送りにあたる数千万円のギャラになるから、親に礼は言わない、ギャラをもらえ、そうアドバイスしたあなたの親しい大人の人は卑しいです。働かずもらおうとする、私が生涯かけて書いていることと真逆です。あなたの考えにはうなずけません。外に出て働いてください。大切な娘へ。娘、わかりました。ありがとうございます。大学には行くのでお金は払ってほしいです。西原、払いません。働きなさい。娘、わかりました。文面から推測すると、女の子が生きていくときに覚えていてほしいことに自分の個人情報がたくさん書かれていたために、ギャラを要求するように知人からアドバイスされたひよさんに対し、西原理恵子さんはギャラは払わない、高校を卒業したら家を出て働け、大学の学費は払わないと主張していたようですね。女の子が生きていくときに覚えていてほしいことの中でも、再三男性に頼るのではなく自分で稼ぐことの大切さが主張されていました。しかし同じ家で生まれ育ったのに、性別が男というだけで自由に海外に留学できる兄と大学に進学できない自分という理不尽さに、ひよさんは苦しんだのではないでしょうか。ブログの中では、最初は学費も生活費も出さないと言っていたお母さんを、ほっといたら AO で受かった大学の入学金を勝手に振り込んでいた、お母さんは本気で私のことを捨てる度胸がないからだと、大学の入学金は払われていたと書かれていました。鴨志田ひよさんは2022年4月14日に4月から大学4年生だとツイートしていたので、現在は社会人になっているようですね。どこの大学に進学したのかは不明ですが、西原理恵子さんの方張り通り、高校卒業後は実家を出て暮らしているようです。また鴨志田ひよさんはブログの中で、西原理恵子さんに二重の整形手術をさせられたと告白していました。ただ私にとって負の遺産でしかないことは、二重まぶたを作り直した時に立証された、12歳の時ブスだからという理由で下手な二重にされ、後に自分で好きなデザインで話の合う先生に二重にしてもらったら自分のことが好きでたまらなくなった。西原理恵子さんは女の子が生きていく時に覚えていてほしいことの中で、ひよさんのことを、うちの娘は典型的なこけし顔だもん、それでも私がずっとかじき通した甲斐があったのか、中学生になったら首もシュッとしてウエストのくびれができたと書いていました。まさか二重の整形手術までさせていたとは。美容クリニックをしている高須克也さんの影響かと思われます。娘を長年売り物にしてきた西原理恵子さんですが、高須克也さんの安藤美希さんとの不倫についてもブログ内で言及しています。本題のブログ記事は西原理恵子さんが2014年3月23日に更新したもの、はてはてというタイトルで更新された記事には、夫である高須院長と安藤美希との不倫を匂わせる衝撃的な内容が綴られていました。終略。さて私はそうなったら何してるかな。ま、母ちゃんを独り占めする気はさらさらないです。私はどちらかというと、洗って返せば大丈夫派。てか自分の子供ちゃんと育てたら後の人生ハッピーアワー、大人はもう好きにしていいと思ってます。このブログ記事の直近に高須クリニックが安藤美希さんのスポンサーに突然名乗りを上げていたことで関係が噂されていましたが、
どうやら西原さんにも知られていたことが判明したのでした。西原さんはブログで気にしていないとしていましたが、娘への粘着ぶりを見ると実際どうだったのか疑わしいです。現在娘のひよさんは西原さんとは関わりのない人生を歩めているようですが、今後西原さんがひよさんに接触を図ることはあるのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。